インターネットが始まって以来、毎年いくつものメイコピペが生まれてきました。2013年の2月に、そんなコピペを集めた面白そうなスレが立ちました。最高に笑えるコピペ。お前らみたいな暗い奴らが、こうやって人の悪口言いまくってんのマジでうぜえ。俺中1だけどなめんなよ。兄貴普通にヤンキーだしバイク乗ってるから。お前ら見てて超イライラすんだよ。無理だと思うけどお前らかかってこいよ。喧嘩なら負けねえよ。パンチ力も普通に100出すよ。やりてえ奴はええ。住所書いてやるよ。まあ実際にやったとしたら喧嘩開始5秒後には、俺の相手は帰り地に染まってるわけだがな。友達が、歴史とか勉強する意味ねえよ。過去じゃん、と言ってきた。僕は迷わず彼の右頬をぶん殴った。友達は半泣きになりながら、何すんだよ、と叫んだ。僕はもう一度拳を振り上げる。とっさに防御の姿勢を取る友達。拳を下ろしながら僕は言った。そうやって防御できるのも、過去を学んだおかげだろうが、はっと何かに気づいたように、友達は涙を流し謝ってきた。僕は適当なことを言ったのに、なんこいつ泣いてるんだと思った。今の日本にぴったりだな。タイトル、105円以内で一番満足できるお菓子。50円プラス50円などの組み合わせで儲け。俺はウエハース。うまい棒かける10。俺は人間。にのせいでエッチがウエハースにしか見えなくなってきた。つうか、アマゾンで買うとすっごい可愛い配達員のお姉さんだから。送料かかっても個別に配送日ずらして注文しちゃう。こないだ、お姉さんがいつものように来た時に、両手塞がってるから、ボールペンを俺に取って使ってくださいだって。ボールペンがいやらしそうな胸ポケットにあって、俺はかなりドキドキした。名前書いて、胸ポケットに返すときなんか時間が止まったね。198? 私女で配達してるんだけど、配達先にキモい奴がいる。いつもアマゾンの荷物なんだけど、なぜか知らんがまとめて頼まない。この前なんか荷物で両手が塞がったから、ペンを取ってくれって言ったら、いきなり私の胸ポケットのペン取りやがった。ペン貸してください、って意味だったのにマジありえない。顔もキモいし。わろた、初めて見たけどマジ?入足に阪神も宮城も経験したやついたでしょ。うちの県には来るなとか、みんなに言われてて笑った。そいつ新潟も経験してなかったっけ。それ俺だ。大阪出張で阪神淡路、新潟出張で中越、石川県出張で能登半島と、被害の大きかった大地震未開を、出張先で食らった。今年の3月中旬に岩手県に行くけど、地震ないといいな。何これ?こいつの次の出張先調べとけよ。その後何も言ってこないところ見ると、行っちまったんじゃね。交通量の少ない交差点で、赤信号の横断歩道を渡ろうとしたら、園児を連れて散歩中の保護さん、結構可愛い、に、影響を与えるので子供たちが見ている前で、信号無視しないでください。って言われた時、ちょっとアウトローな時間に追われるビジネスマンぶって子供たちに、僕たち、ルールを守ってるだけじゃ、この世界は生きていけないんだぜ。ってカッコつけて去ろうとしたら、軽トラに轢かれた。わろた。結果的には良い教訓になったな。速攻、宮崎勤死刑執行。こいつ最初自分じゃなくミッキーマ、菅殺した。って言ってたんだよな。で、案の定あの権利者からテレビ各局にがっつりクレーム入って、次の日からニュースは、全部ネズミ男に差し替えられてた。恐るべしネズミの国、水木しげるからのクレームはなかったのか、気になるところだな。お前らみたいな喧嘩すらしたことのない雑魚が、ごちゃごちゃうるせえよ。亀田に睨まれたら、しょんべんちびる弱虫のくせに。ぶよぶよのだらしない体のお前らと、ボクシング一筋で鍛え上げられた亀田。どっちが強いか一目瞭然だろ、実際に戦ってみろや。お前ら全員判定負けだよ。優勝。わろた。女子サッカーのブサイク度は異常。いやいや、宇津木とか安藤とか普通に可愛いし、大野だって小動物系で愛くるしルックスしてる。っていうか、荒川ですら実際に見たら愛嬌があって可愛いよ。丸山なんか人妻の色気ムンムンだし、沢もドリブルがうまい。これ好きなんだよな。風呂上がり、パンツだけ履いて髪をブローしてたら、手が滑って、思いっきり熱くなったドライヤーが、乳首に触れてあずずずず。次の日皮がむけた。なんか状況がよくわかりません、うぷ。親父なんだけどうぷしてもいいのかな?すみません、状況わかりました。これ好きだわ。ジョンとマイクがドライブ中にエンストしてしまい、近くの教会で馬車を借りることになった。そこの神父が言うには、この馬はずっと教会で生まれ育ちました。ですから宗教関係の言葉しか理解しません。前進させるときには、主に感謝します。停止させるときには、主を称えます。です。二人は神父に感謝して道を急いだが、前方に断崖絶壁が迫った。ジョンは、止まれ、止まれ、と叫んだが馬は一向に止まらない。マイクが、そうじゃない、主を称えます。崖の寸前で馬車は止まった。二人はほっとしてつぶやいた。主に感謝します。ショートショートにありそう。もし、生まれ変われるなら時短になりたい。時短になってバイクショップで働きたい。サッカーしろよ。テフランの F はフェニックスの F や、たとえこんなところで落ちぶれても、市長のごとく上流階級に返り咲くんや。フェニックスは、PHONIX。これは痛すぎる。うますぎる。今日小学生にすれ違いざま。ニフラム、ニフラム。って言われた。なんのこっちゃ?イッチ。ニフラムはドラクエで敵を消し去る呪文です。要するに、消えろ、ってことです。イッチ。しかも経験値が入らないので、貴様の経験値すらいらねえ、ということです。なんでイッチはそんなに嫌われてるんだ。イッチ。スキーのくせに出歩くから、そんなことになるんだ。
しかも2フラムはアンデッド系の敵に効きやすいという特徴があるので、死んだ魚みたいな名刺点じゃねえよ、あるいは単にお前臭すぎといったメッセージが込められているのかもしれません。そして自分よりレベルの低い相手にしか効果がない。ボロクソアロタ。みんなはカプコンから出る戦国バサラについてどう考える？政宗の必殺技ガジェット X だったり、濃姫がガトリング砲持ち出してきたりする。とんでもっぷりは結構好みかもしれん。派手なアクションでバリバリ爽快になぎ倒せるような感じなら買ってみてもいいかも。しかしガトリング砲って時代的にはどうなんだ？確か日本で初めて使われたのは西南戦争か戊辰戦争だろ。そんなこと言ったら三国時代にだって生身でビーム打てる人はいませんでしたよ。今もいねえよ。お茶吹いた。国会中継を見たことがないのか知らんが、参議院は結構な空席があるということが普通ということを知らない人がいることにもびっくり。そりゃ定数を減らせば空席になるだろ。ことことうるせえよ市中かお前は。日本を代表する三大企業、株式会社月決、日本全国で駐車場等を運営、日本最大手保有物件に月決の看板を掲げている株式会社定祖、日本中に大量のビルを保有、保有ビルに定祖の文字のプレートを入れている株式会社。ご覧のスポンサー、多くのテレビ番組のスポンサーとして有名。ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしますのアナウンスは有名。クソアロタ。無神経みたいなタイプは頭ん中に何か浮かぶとまんま声に出しちゃう性格なんだな。声出す前にごくんと唾飲んで、その間に今話し出してよいか判断する時間を作るといいぞ。俺は厨房の頃言うに言われてから実践して、おちょっこいちょいと言われなくなった。551、残念ながらおっちょこちょいは完全には治ってないらしいな。九州から出てきた友人と久しぶりに飲んだ。あんまりうるさい店は二人とも嫌いなので、おでんの屋台で飲んだ。ちくわ、あ、お芋、それとはんぺん、お芋、あとはお、うまそう、大根と卵ね、お芋、お芋。俺はちくわとはんぺんと大根と卵を堪能した。友人はじゃがいもを4つ食っていた。10秒考えてやっとわかった。このシリーズ好きだわ。もうオチが秀逸とかじゃなくなってんじゃん。もう普通に面白いな。二人で居酒屋に入って、店員、ご注文は？俺、とりあえず生二つ。友人、じゃあ俺もそれ。運ばれてくる生四つ。おい、まだかよ。俺は、女房の背中に向かって言った。どうして女というやつは支度に時間がかかるのだろう。もうすぐ済むわ。そんなに急ぐことないでしょ。ほら翔ちゃん、バタバタしないの。確かに女房の言う通りだが、せっかちは俺の性分だから仕方がない。今年もあとわずか。世間は慌ただしさに包まれていた。俺は背広のポケットからタバコを取り出し、火をつけた。いきなりでお父さんとお母さん、びっくりしないかしら？なーに、孫の顔を見た途端にコニコ顔になるさ。俺は傍らで横になっている息子を眺めていった。お待たせ。いいわよ。あら？どうした？あなた、ここ、ここ、女房が俺の首元を指さすので、触ってみた。あ、忘れてた。あなたったら、せっかちな上にそそっかしいんだから。こっち向いて。あなた、愛してるわ。女房は俺の首周りを整えながら、独り言のように言った。なんだよ、いきなり。いいじゃない、夫婦なんだから。女房は下を向いたままだったが、照れているようだ。そうか、俺も愛してるよ。こんなにはっきり言ったのは何年ぶりだろう。少し恥ずかしかったが、気分は悪くない。俺は、女房の手を握った。じゃ、行くか。俺は、足元の台を蹴った。ゾッとした。ということ？心中。ツタヤのホラーコーナーに、題名とか何も書いてない黒いパッケージのビデオが置いてあったんだけど、誰か見た人いる？このビデオの存在知ってる？すごく内容が気になります。それは仕切り用のダミーです。ひどい二日酔いで目を覚ましたジャックは、記憶がなくどうやって家に帰ってきたのか覚えていなかったので、何か悪いことはしなかったかと思い返しました。最初に目に入ったものは、サイドテーブルの上にある頭痛薬2錠と水でした。その横にはバラの花が1本添えてあります。不思議に思い起き上がってみると、彼の服が綺麗にアイロンがけされて置いてあります。あたりを見回しました。すべてがきちんと整っています。部屋もとても綺麗で、部屋以外も掃除が行き届いています。とりあえず二日酔いの頭痛薬を飲み、洗面所に行きました。鏡を見てみると、昨日までなかった大きな泡ができていて驚きました。鏡の片隅にはメモがあり、赤く小さなハートマークとキスマークとともに、メッセージが添えられていました。あなた、朝食はストーブの上よ。あなたの大好物の夕食を作るためにスーパーに行ってくるわ。愛してるわ、ダーリン。よたよたとキッチンまで行ってみると、確かにストーブの上に湯気の立ったコーヒーと朝食がありました。息子がちょうど朝食を食べていたため、ジャックは尋ねました。昨日は一体何があったんだ？息子は言いました。父さんは朝方の3時に帰ってきたよ。すごく酔っ払ってた。コーヒーテーブルのところで転んでテーブルを壊しちゃったんだ。それから廊下で吐いてたよ。そのままドアにぶつかって目に青痰ができたんだよ。ジャックはますます困惑して尋ねました。じゃあどうして家の中はこうパーフェクトなんだい？いつもはないバラの花と朝食がパパを待っているんだ。息子は答えました。ああ、それね。昨日ママがパパをベッドに引きずって、ズボンを脱がそうとしたんだよ。そうしたらパパが突然叫んだんだ。触らないでくれ、俺には妻がいる。ってね。こういうの好き。これわかんない。
これは普通に浮気をしない旦那へのご褒美じゃね。泥酔で街灯を殴って破壊。翌日右拳骨折。その場で骨折してたと思うよ。蕎麦屋でカツ丼セット頼んだのに、蕎麦つけ忘れてやがんの。どんだけー。なんだろう。今まで特に笑わなかったのに、これで笑ってしまった。バーサ、グリゾ、ジース、リズム。あと一人は忘れた。5人揃って、記念特選隊。いや記念でしょ。我が家の猫は帰宅する父を、玄関で出迎えるのが日課だった。今日も夕方の定時になると、玄関先にお座りしていた。でもな、もう待ってても親父は帰ってこないんだよ。スーツに毛がつくのも構わず、お前を抱き上げてくれることはないんだよ。会社帰りのお土産の焼き鳥も、もう味わえないんだよ。もうやめろよ頼むから。親父は定年退職で、ずっと家にいるだろうが。カレーでビーフシチューの話を思い出した。イカコピペ、東郷平八郎、イギリスで食ったビーフシチューがうまだったので、部下に作らせようとする。しかしジジイ、グニジャガイモ、人参、玉ねぎ、肉が入っていたことだけ告げて、部下にとって完全に未知の料理である。ビーフシチューを作れと、いじめレベルの無茶な命令をする。しかし部下も、外国の料理、と言われてんのに、醤油とみりんで味付けするという開き直りを見せる。肉じゃが誕生。パパ、割り算の、あまり、って何？例えば37人のクラスで3人組を作るとするだろう。そうすると組はいくつできる？12。でも組に慣れてない子もいるだろ？一人いる。それが中学生の頃のパパだ。パパ。そう。向かいを頼んだらなぜか兄と父が同時に車で現れた。二人はお互いに気づくとフロントガラス越しに。なんだお前が来たのか、というすがすがしい照れ笑いを交わし、なぜか別々の出口から二人同時に帰ってしまった。このスレと関係ないけど、年末にスーパーでおせち買ったんだ。製造日12月30日、消費期限12月31日。だいぶ前に某飲食店のお客様の声に、駐車場を増やしてほしいです、と書いておいた。後日その店を訪れると、店のあった場所に広い駐車場ができていた。こういう形式。小学校の時に、中国からこういう留学生がやってきて、学級新聞に、ようこそ、ゆるさん、って書かれてて吹いたらう、こもらした。聞かれもしないのに過去を語るようになったら、後の人生は下り坂だって翔さんの妹が言ってた。885、俺が幼稚園の年長の時に悟った哲学だな。888、別に聞いてないですよ。ダーラダーラデイレダーリランチャカ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 。ダーラダーラデイレダーリランチャカ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 。デイレデイレダーラダーラランチャカ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 。デイレデイレダーラダーラランチャカ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 。チャララ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 ランバーバチャララ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 ランバーバチャリラリ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 チャララララララドンドンドンピキ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 中学の時、英語の辞書忘れたから隣の女子の、共同で使わせてもらった。家も近所だし、気さくで話しやすいやつだったもんで、彼女が見てない隙に、ふざけてその辞書の、ギナ、の項をまるで囲んでやった。あれから10年以上が経ち、そんなことずっと忘れてた。盆休みで実家に帰省して仕事の整理をしてた時のこと、英語の辞書が必要になって、中学時代のを探し出して使った。そしたら覚えのない落書きを見つけた。ニス、がまるで囲んであって余白に、お返しだバーカ昼休みに図書室で待つ、と書いてある。それで思い出した。あの時あたりからだったか、彼女は昼休みになると真っ先に教室から、出ていくようになった。俺は、何いいんだか知らないけど、忙しいんだなぁ、なんて思ってた。中学最後の昼休みも、彼女は教室にいなかったっけ。で、嫁にそれ見せたら、顔真っ赤にして、今頃見つけるな。だって、爆発。泣いた。俺、高校生なんだけどさ。この前の朝毎度のごとく、学校遅刻しそうになったから、急いで学校に向かったのね。そしたら交差点のところで、トーストパン加えた女の子が走ってきて、ドシーンって感じでぶつかっちゃってさ、なんだよ。って思ってその子見たら俺と同じ制服着てるわけ。なんか漫画みたいで戸惑った。でも現実逃避してる場合じゃないから、急いで乗ってた原付のエンジンかけて逃走したよ。あの人の家の横を通り過ぎようとすると、トムが泣きながら穴を掘っていたので、ジュンは聞いた。トム、なんで泣きながら穴を掘ってるんだい？トムはこう言った。うちのハムスターが死んじゃって、動物を埋める穴を作ってるんだ。でもハムスターにしては、その穴大きくないかい？キリンチの犬に食べられたんだよ。砂漠で道に迷った男は、ついには倒れ込んでしまった。朦朧とする意識の中思い出したのは、父の言葉だった。私はもう長くない。旅先で手に入れたこの石を、お前に授けよう。なんでもこの赤石は精霊を、呼び出すことができるのだとか、ランプの精のようなものだ。呼び出す方法は簡単。精霊よ願いを叶えてくれと、強く願うだけだ。肌身離さなかった父の片身を、握り男が願う。すると精霊が現れ言った。精霊が現れたことで助かると安堵した男は、気を失いそのままこと切れてしまった。意識を失った男をよそに、二体目の精霊が現れる。男がさまよっていなのはくしくも、昔父が旅したあたりだったのだ。そして倒れ込んだ場所には、もう一つの赤石があった。男の祈りに反応して現れた精霊みたい、お決まりの言葉を言う。願いを三つ叶えてやろう。
さあ願いを言え。相手が願いを口にすることを願う精霊。もう一体の精霊も相手が願いを口にすることを願い、同時にこう言った。さあ願いを言え。これで両者の、相手が願いを口にする、という願いが叶えられた。このやりとりが3度繰り返され、2体の精霊は消えた。男が意識不明の重体になって数ヶ月、たまに意識は回復するもののずっと寝たきりである。しかし、彼の妻は1日も欠かさずベッドのそばで看病を続けた。ある日、彼が意識を取り戻し妻を手招きした。妻が近づくと、彼は目に涙をいっぱいに溜めて囁いた。お前は私が辛い時はいつもそばにいたよな。私がクビになった時も、一番近くで支えてくれた。ビジネスが失敗した時も、私が撃たれた時も、家を失った時もそうだ。私の健康が悪化しても、それでもお前は私のそばにいた。なあ、お前。なあに。あなた、妻は優しく尋ねた。彼女の胸はいっぱいになり、笑みがこぼれた。お前は詐欺マンだな。東日本大震災、ソフトバンク孫正義社長、個人で100億円寄付、さらに引退するまでの報酬も全額寄付。すごい額。広すぎ。うまいな。一昨日の昼に友達二人とこういうファミレスに行った時、混んでたから名前書いてもらって待ってたら、しばらくして、元名様でお待ちのフリーザ様、って呼ばれて、小声で、こういうの書くやつ必ずいるよな、って言ったら、友達がいきなり、さあ、行きますよ、ザーボンさん、ドドリアさん、って立ち上がった。これ初めて見た時はロタは。今日は息子の小学校の運動会を見に来ている。今の時間は1年生の徒競走が行われていて、ショートカットの女の子が先頭を走っている。周りの声など聞こえないほどに夢中になって走る姿は、敵側の赤組なれど、一種の清々しさを感じた。しかし、まずい。このままではあの女の子が先にゴールしてしまう。後ろを走ってる俺の息子はどうした？あ、なんか怒ってる。そして、ついにあのショートカットの女の子が、ゴールのテープを切った。もちろん判定は無効。女の子は失格となった。本当なら一投でテープを切れたはずの息子はプンプンだが、まあ、人生そんなもんだ。ショートカット。やっと理解できた、ありがとう。うちの近所に中国人がやってるラーメン屋っていうか、中華料理屋がある。店長は愚かバイトも全員中国人。で、いざ注文。俺、ラーメンと唐揚げ。店員、ラーメン、と、唐揚げ、杏仁豆腐ですね。俺、いや、杏仁豆腐はいらないよ。店員、なんで？美味しいですよ。俺、うん、でも今日はいらない。店員、そうですか。ではラーメンと唐揚げ、杏仁豆腐ですね。俺、いや、ラーメンと唐揚げだけで。店員、残念ですね。わかりました。もちろん杏仁豆腐は出てきた。とある新婚夫婦がホテルに泊まった。あなた、なんだかこの部屋に盗聴器が仕掛けられてる気がするわ。そうか、じゃあ探そう。二人はベッドの下、額の裏、電灯の中などありとあらゆる場所を探し、ついに床の絨毯まで剥がしていた。絨毯を剥がすと、金属製の円盤のようなものが取り付けてあったので、それをドライバーで外して二人は安心して眠りについた。翌日、チェックアウトの際に二人はフロントで声をかけられた。ゆうべはごゆっくりお休みになれましたか？ええ、まあ。それはよかった。お客様の部屋のちょうど真下の部屋では、夜中にシャンデリアが落ちてきて大騒ぎだったんですよ。この前出かけてる時に、俺から家に電話があったらしい。そうです、俺俺詐欺です。相手、仕事でトラブっちゃって。はは、あんた仕事してたの。相手、うん。こういうのいいね。スレはこの後もしばらくコピペが貼られ続けていました。ネタでも天然でも様々なコピペがあり、ネットは面白いですね。皆さんはお好きなコピペはありますか？